ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今月もやってまいりました。僕のね、毎月の楽しみ、超重心祭。今回もまあまあ弾けます。8回弾けるね。で、狙うはね、僕最近ガブリエルが欲しいね。もう正直万能すぎるじゃないですか。強すぎるから、もうガブリエル狙って弾きたいので、ガブリエルの画面で弾きたい。逆にその画面にすると出なくなるとかあるかな。ないよね、ガブリエル。あ、これガブリエルだね。いきます。シングルガチャ8回いきますよ。ガブリエルとかルシファー当たったらやめます。そういうもう新しい風を吹かせるようなモンスターが来いっつっても、その2匹かなその2匹に限られてます。いきます、1発目。今月は来てくれや、頼むぜ。ストライクショット、ガブリエルが一番欲しい。もう、外れやねまあでもあれだね、当たりっぽい外れやるよ。思いっきり外れながらね、男らしくて好きですいきます、2回目。いいよ、まあ本当に許せるのはミントくらいですよ。いきます、2発目。せーの、ドン。数ヶ月ぶりにストライクショット聞きたいけどね、確定ね。サオトメシュリさん、可愛いんだけどね。もっと弁慶みたいにでかいやつ来ないかな、ドシってね。はい、3回目。やべ、あっという間に8回終わっちゃうからね。いけよ、はい、光らして光らして、せーの、ストライクショット。なんないね、本当にね。頼むぜー、ガブリエル、ルシファー。これ当たってるんだよな、カトリーヌさん、影沢さん。はい、あと5回。うわー、早いな。頼むよ、獣神祭とかもね、毎月我慢してるからね。頼むよ、そろそろ1匹くらいね、ガブリエルくださいよ。せーの、ドン。そういうこと言ってから当たんないんだよね。ガブ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 。うわー、なんかちょっとこれ出雲っぽくないですか。そんなことない。あと4回。あ、もう半分にいっちゃったのか。大丈夫、後半に行きます。確定って出たら超重心祭限定キャラが出やすいってことだもんね。来ないかな。せーの、なんないもんですね。シングルじゃなかなかなんないね。やべえ、ガブリエルじゃないけど、カムイ来たうわー、やべえ、やめようか迷うけど、なんかこれ運が来てるかもしれないから引いちゃおっかな。やべえ、カムイが来た。カムイってつくよみとかで使えるんだっけね。光属性のアンチ呪力バリア。やべえ、超重心祭キャラ。まあ本当はガブリエルが良かったけど、カムイでもめっちゃ嬉しいね。落雷、ちょっと新しい風吹いた。よし、あと3回引いちゃおう。頼む、もう1匹来たら神。最近そういう神引きみたいなの全然してないからな。行くぞ、ガチャル。いやでも久々だね、なんかこういう限定キャラ引いたの。行くぞー、この流れで来ちゃっていいよ。うわー、シングルで来るんだね。今日は運があるぞ。うおおおお、当たりっぽいの来たねでもカムイやばいな。あと2回、いきます。さあいくよー、ラスト逃げだよ。せーの、ポン。もう一匹来たらもうすごいんだけどね。よく出していくぜ。
すごい当たったなこの北条さんも。はい、ラストですね。ここでまあルシファーとガブリエル来るでしょ。ゴー、行くぞー、せーの、ストライクショット。いやー、でもすごかったね、今回。カムイだよ、カムイ。ちょっと見てみよっか。これか。いや、やばいね。ほとんどの人が進化にしてますよね。あの、アンチ重力バリアは、アンチワープだったかな？ね、多分結構いろんなクエストで使えると思うんで、速攻で育てたいと思います。いや、久々にいい引きできました。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他、私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter、 ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。